こんにちは、みこです。この日の晩ご飯はハンバーグ、普段ね、リクエストのほとんどない旦那さんが珍しく、久々にハンバーグが食べたいというので、作ることにしました。あんまりハンバーグ私得意じゃなくて、どっちかというと私はお肉はね、肉自体で食べる のが好きなので、ハンバーグってまあ確かに美味しいけど、すごいふわふわで噛み応えがないじゃないですか。まあ多分ね、旦那さんはその噛み応えのないふわふわ感が好きなんだろうけど、私はどうしてもね、お肉が好きなので、つい作るハンバーグもね、結構粗挽きみたいな感じで、こう肉肉しい感じのを作っちゃうんですけど、まあ多分そういうの嫌いなのでね、まあなるべくいわゆる普通のね、柔らかめの肉汁あふれるみたいな感じのなハンバーグを作っていこうと思ってます。ということで、今日はあんまり得意じゃないんですが、晩ご飯のねハンバーグを作る様子を流しながら、あることについてね語っていきたいと思います。はい、それは何かと言いますと、私と、旦那さんの馴れ初めについてです。まあね、今年、2人ともね55歳になるということで、55歳なんですが、いわゆる世の中の55歳っていうのは、まあ子供さんがいる場合はですね、もう子供さんがとっくに成人してて、なんなら早い人だったら子供さんが結婚して、孫がいたりしてみたいなね、そんな感じだと思うんですけど、まあ我が家はね、子なしっていうことをいつも言ってるんですけど、なぜに子なしなのかというとですね、まあ結婚がねかなり遅かったっていうことで、今ね丸10年を過ぎて11年目に突入しているということで、結婚したのはね2人が、44歳の年でした。まあね、なぜ44歳まで独身だったかというね話からしていかないといけないんですけど、まあねここからはね、私サイドの話っていうことで、旦那さんの方はね、まあどういうふうに思ってるかっていうのは詳細は私もよくわからないので、まあ私の側の話なんですけどね。まあね、我が家は、4人姉妹で、4人姉妹でね、なぜか一番最初に結婚したのは一番下の妹でした。それでもですね、一番下の妹が多分30代になった時の結婚だったと思うんですね。でその一番下の妹が結婚した時に、私と一番下の妹は8歳離れているので、まあ30代後半ぐらいですよね、私がね。でそれまでね、私はどう考えてたかというと、あまりね結婚願望がなかったんですね。昔からね、まあ中学校高校ぐらいから、なんか私はその恋愛というか、まあそういうことに関して、まあ奥手って言ったらちょっと言い方がなんか可愛らしいんですけど、じゃなくてあんまりその積極的ではないというか、まあそれが一番に置いてないっていうか、まあそんな感じだったので、その
よくね、なんか早めに結婚した人とか、まあその全然自分と考え方が違うね人とかに聞くと、なんかもう高校生ぐらいから私はこういう人を探して、何歳ぐらいで結婚して、何歳ぐらいで子供を産んでみたいな、こう漠然とした人生設計みたいなのがもう立っていて、なんかそれに向かってこう突入していくっていうかね、その、まあ、特に私たちの年代の、思春期から20代前半の頃って、まあまだね、まだその、25歳を過ぎたらね、売れ残りのクリスマスケーキみたいな感じでこう揶揄されるような、まだねそういう風潮がかなり残っていた時代だったので、まあそういう風な考えの人のが多いのかな、なんかよくわからないけど、私は全くなんかそういう風なこうそういういわゆる恋愛とかね、結婚に関しての、まあ、人生設計みたいなのが全然自分で具体的に思い浮かんでなくって、その結婚とかがもう全くピンとこなかった、結婚する自分がね全くピンとこなかったんで、そのまあずるずるというかね、なんか普通にこうね仕事をして遊んでっていう生活をしているうちに、どんどんね年が増えていくというね、まあね、そのなんか結婚が具体的に思い浮かばなかったっていうのは、まあ私があんまりそのなんかね、そういうことにあまり興味がなかったのもあるんだけど、まあその背景に一つあるのかなって思うのは、まあうちの、まあ、家庭の事情なんですけど、我が家はね4人兄弟で、まあね母子家庭だったんですね。で、父親が私が10歳の時に亡くなって、だから8歳下の妹なんかはもうほとんど物心つく前にはね父親がいないみたいな状況で、まあ大人になって兄弟で話してみると、父親の記憶がね少し残っているのはまあ私のみで、下3人はもうほぼね父親の記憶がない、だから家にある写真で顔を見るだけみたいな感じなんですけど、でまあそれにプラスね、その両親の仲がすごく悪かった、仲が悪かったっていうか、まあ結局ねその早くに亡くなってしまって、その母親がね4人の子供たちをと自分を残してね先に亡くなった父親に対してすっごい恨みがあったみたいで、子供の頃からですね、まあ私は長女なので、まあその母親のね父親に対するまあ愚痴というか恨みつらみというか、そういうようなものを一手に引き受けてずっと聞いてたんですね。だから、まあ自分にとってはね、まあ父親も母親もまあ好きなわけですけど、まあその好きな父親に対して母親が延々とそのまあこうね、もうつまらん男だったとかね、もうあんなんだったらもう価値ないとかね、もうとにかく言うわけですよ、ボロッカスに。でそれをずっと聞いて大きくなってたので、なんかあんまり結婚に対する憧れみたいなのがないっていうか、結婚したら幸せな家庭になるみたいな、そういうなんていうのかな、標準が目の前に見せられてなかったので、まあでもね、まあ、だから早く自分は幸せの家庭を築きたいって思う、まあ、人もねいるんだと思うんだけど、まあ私はなんかそのね結婚っていうのがあんまりこう目の前になかったのもあって、具体的になんか想像できないっていうか、結婚する自分が想像できないみたいな感じで、まあそんな感じでね40代までか30代後半に突入したっていう感じでね、もうまあ
その頃にはね、まあ、さっきもお話をしたけど、その25歳のね、売れ残りのクリスマスケーキらへんの年の頃にはもちろん周りからもね、結婚しないのとか、まあ少しはね、まあほんの少しですけど、まあそのなんていうかな、知り合いの知り合いみたいな人から、そのいい人いるんだけどみたいな感じの話があったりとか、そのなんていうのか、いわゆる釣り書きっていうのかな、そういうのが回ってきたりとかもね、まあ少しはあったんですね。まあ我が家はそのね、あんまりその家庭状況が良くなかったから、そういう話ってやっぱりね、まあ家柄と言ったら大げさだけど、ある程度のそういう釣り合いみたいなところから話が来ることも多いし、それからまあ地元のね、地元だった方の父親が先に亡くなって、まあ、母親は全くよその土地から嫁いできた人なので、まあ、そういう、まあ、つてっていうのかな、その人脈みたいなのもほぼないので、まあ、そんな話もね、そう大しては来なかったけど、まあ、少しは来たりね、それからまあこれはまあ、足を引っ張った方だけど、仕事を探す時でもなんか面接に行くとね、なんかでもどうせもうすぐしたら結婚するでしょうとか、もうね、子供が生まれてすぐ退職することになるんじゃないですかみたいな感じのことを言われて、いやいや全くそんな予定ないんですみたいなね、自慢することじゃないけど、全くそんな予定はないんです、結婚も子供も産んだりもしませんみたいな感じでアピールしても、ちょっとねみたいな、もうなんか長く安定して働ける人が欲しいんだよねみたいな感じで言われて断られたりとかも結構ねありましたけど、まあもう30代も後半に来るとね、まあさすがにもうみんなね、そういうことを言う年も過ぎるっていうか、まあ多分この人も結婚する気全くないやみたいな感じで、その結婚ということにもう触れないみたいなね、もうそこはスルーみたいな感じの空気感にだんだんなってきて、まあ私もその方が気が楽だったので、もうねずっとそういう話振られるのも鬱陶しかったんで、まあもうね、このまま自分もずっと多分独身でいるんだろうと思っていて、だからそのね、結構ブラックなね、その頃ね、調理師の仕事もですね、もう一生独身でいるんだし、とにかくまあ田舎だったから、そんなに次々仕事をもう変わることもできないので、なんとかそこでね調理師の資格を取って、まあ定年までね頑張ろうみたいな感じで思っていたんですね。でその頃ですね、その30代後半の頃に、まあ、ちょうどねその一番下の妹が結婚をしたっていうことで、それもまあ出来婚だったので、まあ結婚と同時にというか、もう子供がねすぐに生まれて、私からしたらまあ姪っ子1個ですけどがね、初めて自分に誕生したっていうことで、まあね、その長いことね、我が家の4姉妹はね、その結婚誰もしてなかったので、その新しく、そのどういうのかな、伴侶として他人がね入ってくるっていうのもなかったし、まあ兄弟4人でですね、しょっちゅう集まって遊んだりとか、一緒に飲みに行ったりとか、まあそんな感じでそのワイワイする時間が多分よその家庭よりもすごく長くてですね、まあ仲良くね楽しくやってたわけなんですけど、そこへその一番下の妹が結婚し、でもうほぼ同時期ぐらいに、すぐ下の2番目の妹もね、まあ結婚して、でまあその身近にね、身近にっていうか、まあ身内ですけど、まあ結婚してる、まあ新婚さん夫婦を目にしたわけですよ。でまあ特にその一番下の妹はすぐ子供が生まれたのでね、まあお母さんになった姿っていうのを見て、それで私ってね、まあ初めて、なんかちょっと結婚もいいなとね、その時初めてその心の底からというか、まあ具体的に、はあ結婚
コンテみたいな感じでね、その時初めて考えたんですよね。まあおっそっていう感じなんですけど、まあよそ、他の人はもう結婚してね、まあ子供が下手したら成人してますよみたいなね、そんな年なんですけど、もうね20年というか、もう周回遅れもいいとこなんですけど、そんな本当年になって初めて、へえ結婚ってまあいいかもねみたいな感じで、私ね思ったっていうね。それで、そこからね、まあ結婚もしかしてしてみると思ったりして、で、まあでもね、その今更その年でねって思ったんだけど、まあその一番思ったのは、私はそのまあど田舎というか本当に住んでたので、そのまあ結婚っていうのを考えた時に、まあその相手の人ね、そのなんていうのかな、地元の人嫌だなって思ったんですね。それまでもまあその付き合ったことある人も、なんかなぜか私地元の人誰もいなくって、でそのよくね地元で聞いてるのが、その彼氏とか、まあ旦那さんのね、まあ元カノもうどこどこに勤めてるなんとかさんってもう分かっちゃうし、なんならその彼氏の親のなんていうのかな、結婚相手の前の過去、結婚する前にはなんとかさんと付き合っててとか、彼氏のお父さんが今どこどこのなんとかっていう部署の誰々と不倫しててみたいな話がね、全部耳に入ってくるような田舎だったんですね。だからもうそれこそ一人、初めてこんにちはってなって、初めましてってなった時に、どこ出身なのって聞いて、じゃあそこだったらもしかして先輩が誰々いるとか、なんとかさんがあれみたいな感じで話をなんか 2,3 人話探ると、なんか必ず知り合いに当たるみたいなね、もうそれぐらいの規模感の田舎だったんで、もう私そこでね恋愛とかね結婚とかするのも絶対嫌だったんですよ。なので、思いついたのが、婚活サイトに登録してみようっていうことで、婚活サイトに登録してみたんですね。でまだその当時はどっちかっていうと、そういうネットでの出会いで、なんか出会い系サイトとか言って言われて、ちょっといかがわしい雰囲気のね方が勝ってて、今ではどっちかというと、もうネットでの出会いの方がみたいなね、当たり前っぽい感じですけど、その当時はどっちかっていうと、その話をすると多分、なんかそれって騙されるよとかね、なんかそんなのやってるのみたいな感じで、ちょっとこう惹かれるみたいなことがあった時代っていうかね、そんな大げさじゃないけど、まあそんな頃ね、まあとりあえずその無料でできる婚活サイトに登録してみるかっていうことで登録をして、で結局登録をしてですね、最初の頃に何人かはあったんだけど、なんかやっぱりピンとこなくって、そのまあね、いわゆるやっぱりそのちょっと出会い系じゃないけど、なんかあって見たら、なんかね、そのすぐ次にホテルに行こうみたいな感じに話を持っていくようなちょっと変な人に当たったりとか、逆になんかまあすごいいい人だけど、ちょっと恋愛には私みたいな感じの人にね、まあ何人かはあったんですね。で、なんかやっぱり婚活サイトってこんな感じなのかと思って、その後ほったらかしにしてたんですよね。で、ほったらかしにしてた時にポロッとね連絡が来たのが、大変失礼いたしました、今のね旦那さんでした。で、なぜかね、今の旦那さんとはですね、
そんな変な感じもなくね、スルスルスルリとなんかこの人と結婚するみたいな感じになって、でまあその出会ってからね1年後ぐらいにはまあ結婚して一緒に暮らすみたいな感じになったっていうね。まあ一番驚いているのは、自分自身ですけど、全く結婚する気になかったのでね、なぜかねこの年になって結婚しちゃったっていうね。まあ家族も相当驚いてますね。姉ちゃんは結婚しないだろうみたいな感じで思ってたので。そしてねこれはまあ余談ですけど、その私がね結婚したいなって思うきっかけになったね一番下の妹なんですけど、その妹はねなぜかねうまくいかなくなって離婚しちゃったっていうね。まあということでねこういう話、するの初めてなんですけど、今日はね私の結婚までの馴れ初め話をちょっと話してみました。まあええと思うよ。いつもの感じになってる。いつもの感じになってる、うん、いつもは肉肉しいんだね。肉肉しいのいけんやんだから、うん、なんか意外と滑らかになってるよ、ま、だからいいと思うよ。自分の好みじゃったらいい。好みがあるけ、それ誰しもあると思うけど誰しもはいどうぞ。でもそれは誰しもありすぎなんじゃおめえは。だけどね、今日はここまで。みこでした。